皆さんはビューティバイドを知っていますか？ビューティバイドというのは、バトルが始まれば1ターン目でお互いに殴り合い、1ダメージだけだと思ったら投げた3ダメージで、相手ターンで争うコストがあればアクションに使われ、エースが膝にこってリトリーバイ砲が永遠にできない、運営のカード調整が関しているみんなのどんな女がタイプだ。ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。さて、私に刺さるカードはビューディバイドにいるか。なんじゃ、最高じゃないですか。ちょっとそこのお姉さんって被告と連絡先を交換します。